さあそして職場としてのことをお話ししたいと思います職場として本来平時にすべきだったことがあります、えー、医,療組織に医療組織については医療組織として感染症対策の推進義務と放棄というものがあります平成18年以来院内感染対策の実施が入院基本料の算定要件となっていますそして平成22年には感染防止対策加算というのが新設されています そして感染防止対策加算をとっている医療施設ではですね、感染対策室に専従の医師や看護師さんがいたりとかですね、ICT ラウンドがあったりとかさまざまなことが行われていると思います。で一方ですねご自分のところが感染防止対策加算を取っていなくても医療機関あるいは介護保険福祉サービスの従事者であれば感染予防には理学療法士として専門職としての道義的責任があると考えていただいた方がいいと思います。 例えば平成26年12月19日に伊勢市発1219第1号課長通知ではいくつかの中に院内感染対策の体制とといいうことが挙げられていますそこではどんなに小規模なところでもですね院長など管理者が積極的に感染制御に関わることつまり診療所であれば感染対策委員会とかですね感染対策室がなくても院長先生が管理者として感染制御の責任者ということになります。そして 院内感染対策委員会のようなものを設けて雇用形態を問わずつまり非常勤でもですねあるいは外注でお掃除にする来る方も含めてすべての職員に対する組織的な指示や教育を行うことということになっていますそして院内感染対策マニュアルを整備して適宜見直す院内部門間の感染症情報の共有体制を作ることということがありますですからえっと理学療法部門におかれましてもですね院内感染対策を 常にチェックをする、そしてその中にある理学療法関連のところがチェックするあるいは理学療法関連の文言がなければあまりにもほら看護師さんとかですねドクターサイドのことばっかりでリハビリつまりあなたの施設内の感染対策のルールを理解して施設内での感染症対策勉強会などに積極的に参加していただきたいと思います。 そして部門としての感染症対策ルールを決めていただきたいですそれはあの病棟は病棟のルールがありますねだけれども例えば放射線科とかですねえコ室とかそこにはまたそれなりのルールがあるわけですよ何々疾患の方は1日の最後にやるとかですねその人がやった後はどこどこを拭くとかそのようなルールがありますリハビリに関しても えと理学療法がどのような環境で行うかとかですね理学療法ではどうしても平行棒が使いたいとかどうしても何ができ使いたいとかそういうことがありますので例えばですね、えー、おしっこから ESBL が出ている患者さんの理学療法の時にはどういう対策をとって例えば何時頃にするとか間を空けるとかどういうね 防護具ををすすするということといいいかいかううこればかかですね、理学療法に即したルールを作ってそしてそれを施設の感染対策責任者と話し合って正規のルールとしてそして理学療法部門内でですね守っていただきたいと思います。 それからもう1つ重要なのが、えっと、部門内での新人研修とかですね、あるいは毎年1回新人でない方々でもですね、手洗い方法とかですね、そういう研修会を行うあるいはその研修会の時に自分たちだけでするだけではなくてですね、感染管理部門のチームの方を呼んでするとですね、そこでさまざまな疑問も評価できますしそして組織の中であなた方の部門は感染対策に積極的だという信用を得ることもできますのでこのような時にもあね えっと理学療法士さんのはちゃんと感染対策大丈夫だからと言っていただけるお互いの信頼関係を作るもと,となりますので平時から感染対策部門とは仲良くしていただきたいと思います。そして環境ハード面の整備とかですね消耗品の用意ということになります例えば理学療法室の中にどのぐらい手洗いをする場所があるかですねそれからアルコールが置いてあるかそれがこう消耗品として届く予定になっているかあるいは訪問の場でですね 理学療法士がそういうものを持っていっていいようにちゃんとシステムがなっているかということですあるいは、えっとまあ、例えばですね消毒薬を薄めて使うような場合もありますねその時には誰が薄めて使うのかですね1週間経ったら捨てなきゃいけないそういうことを誰が準備をして誰が廃棄して誰が棚を用意してそのような環境ハード面とかシステムを作っておくことが重要ですもし今までそういうことができてないところが終わりでしたらこれを機会に整備していただければというふうに思います